ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティの関です。ドイツの国営メディアが掲載した日本はドイツの鉄道を見習えという記事が世界中で大きな話題になっています。いや、ずいぶん上から目線の記事ですよね。ドイツの鉄道がそんなに優れているということでしょうか。確かにドイツは日本と同様に規律や正確性を重んじる国ですし、世界有数の工業大国なので鉄道も優れていると思われる方もいるかもしれません。ところが、なんとこの記事には世界中から批判の声が殺到したのです。しかも自国のドイツ人からも非難される始末。そう、事実は全くの真逆だったのです。実はドイツの鉄道はかなりひどいもので、日本とは比較にすらならないほど遅延は頻発するわ、サービスは最低だわと、もうどうしようもないレベルなのです。確かにこれなら記事に批判が集まるのも納得ですよね。今回はそんなドイツのひどい鉄道について日本と比較しながら解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。2022年12月、ドイツの国営メディアが日本はドイツの鉄道を見習えという記事を掲載し、世界中で大きな話題になっています。世界有数の鉄道大国だと言われている日本に対して、この上から目線は一体どういうことでしょうか。まずは記事の内容を見ていきましょう。記事の冒頭では、日本の新幹線は清潔で時間に正確だと称賛。どうやらまずは持ち上げる作戦のようですね。そしてこのように続け、ご丁寧なことに日本の指揮者によるコメントまで引用しながら早速落としてきました。ドイツの鉄道は日本に比べて田舎にも行き届いているし、複数の交通手段がしっかりと連結されているし、値段が安い。記事では日本は人口減少、高齢化が進み、自動車と競合していることから、特に田舎で鉄道の廃線が進んでいると分析し、このように指摘しています。鉄道は移動の重要な手段であり、生活の質の向上のため、あらゆる市民が利用できるようにすべき。どうやらドイツでは、それができていると言いたいようで、記事では、ドイツは田舎でも鉄道が発達しており、しかもバスなどの他の交通手段との連結も素晴らしいと、自国を大絶賛。だから日本はドイツを見習うべきと結論付けているってわけですね。加えて、日本の鉄道にちくりと皮肉まで述べられていました。例えば、停止中に信じられないほどのスピードで車内清掃をする新幹線の清掃員は世界的に有名ですが、作業がきついためなかなか求人が集まらないと指摘。他には、日本の鉄道は時間に正確だが運転手に強いストレスがかかっているともコメントしています。かなり言いたい放題な記事ですが、本当にドイツの鉄道は日本より優れているのでしょうか。その検証に入る前に、この記事は世界中で大きな話題になっており、多くの外国人からコメントが殺到していたので、まずはそれを見ていきましょう。あれ、もうエイプリルフールだっけ。ドイツと日本の両方に行ったことあるけど、日本の鉄道の方がはるかに優れている。時間に正確だし、スイカでどこでも行ける。日本がドイツを真似るってどんなジョークだ。うまく機能している民営の鉄道を持つ日本が、天候で簡単に動かなくなるような鉄道を持つドイツに何を学ぶの？マジでドイツ人として恥ずかしい記事。バスと鉄道が連結しているのは確かだけど、どっちも10分は遅れるんだぞ。これだから国営メディアは、ドイツは世界一見習っちゃいけない国だろう。ドイツ人としていよう。ドイツ鉄道から学ぼうなんていう人は、1900年代の人間がドイツを美化しすぎな人だけだ。これは風刺記事に違いない。世界一清潔で正確な鉄道が世界一使えない鉄道から学ぶことなんてない。いや、ちょっと待ってください。記事の内容に非難の嵐じゃないですか。しかも自国のドイツ人と思われる方からも
冷ややかなコメントが殺到しているようです。自国民ですら非難するわけですから、この国営メディアの記事の信憑性がかなり怪しく感じられてきますよね。それでは、ドイツと日本の鉄道のどちらが優れているのか、詳しく検証していきましょう。まずはドイツの鉄道から、結論から言いましょう。ドイツの鉄道はかなりのポンコツなのです。そのレベルたるや褒める点を見つける方が大変なほど。何から突っ込んでいいのか難しいところですが、まずは鉄道の遅延について。実は、ドイツの鉄道は遅延しまくりで、2020年のデータでは、長距離列車の5本に1本が遅延しているのです。いや、これだと 20% の確率ですから、かなりの頻度で遅延に遭遇しちゃうことになりますね。しかも、管理もひどいので、日本では数秒でも遅れたら遅延と集計されますが、なんとドイツでは、6分までの遅延は遅延として扱われないのです。ってことは、もし日本基準で遅延を計算したら、とんでもない遅延確率になりそうですよね。ドイツの遅延のひどさについて、面白いエピソードがあります。2019年の新年早々、ツイッターに投稿されたカラフルなマフラーの写真が、欧州で大きな話題となりました。実はこのマフラー、ドイツミュンヘン近郊に住むクラウディア・ベーバーさんが2018年の1年間通勤に利用しているドイツ鉄道の電車の遅れを記録するために編んだもの。毎日2段ずつ、遅れが5分以内の日はグレー、5分から30分ならピンク、30分以上は赤の毛糸を使ったのです。そう、あまりに遅延が頻発するため、その恨みをマフラーに編み込んだってこと。最終的に 1.5 メートルもの長さになったマフラーは、最初の方は遅延5分以内のグレーから始まっていますが、なんと真ん中には大きな赤い部分が。赤は30分以上遅延の色ですが、これは夏にドイツ鉄道がレール交換工事のため運休し、振り替え運行が行われた期間。ベーバーさんの通勤時間は通常の40分からなんと2時間弱に増え、日に往復で4時間、ひどい時には5時間も通勤のために電車を乗り継ぐことが6週間半も続きました。いや、これはひどいですよね。日本じゃありえません。当然、赤い部分が増すほどにベーバーさんの怒りも増していくことに。結局、工事が終わってからも状況は改善されず、年末までちょくちょく赤い毛糸が使われたのです。このツイートには2万以上のいいねがつく大ヒットに。どうやら遅延の多いドイツ鉄道に不満を持つ人たちから広く共感を得たようです。ちなみに、このツイートに対してドイツの鉄道関係者も遅延を認め、もう謝罪の言葉もありません。今後、ベーバーさんにはグレーの系統を送りたいですとコメントしたのだとか。いや、あまり反省しているように見えないのは気のせいですかね。ところで、一体なぜこんなにもドイツの鉄道は遅延が多いのでしょうか。その理由は多岐にわたるようですが、まずは技術的な問題が挙げられます。なんと、ドイツ高速列車の ETA の5本に4本の列車に何らかの技術的欠陥があるらしいのです。他には人員数の問題も。ドイツ鉄道は1994年、東西ドイツの国営鉄道が統合し、民営化されて誕生しました。ただし、民営化とはいえ、現在も株式は 100% 政府保有で、1999から2009年にかけて大規模な人員削減をやったせいで、なんと今では5000人もの人員不足にあえいでいるらしいのです。いや、技術的な問題があって人員も大不足って、これじゃ遅延しない方が不思議じゃないでしょうか。この遅延のひどさだけですでにお腹いっぱいな感じですが、ドイツの鉄道は遅延だけではなく、サービスもひどいのです。なんと、ドイツの駅のエレベーターはかなりの高確率で壊れているのだとか。しかも、
エスカレーターを設置していない駅も多く、かなり不便なのです。また、鉄道工事をする際、日本では平日の昼間に影響が出ないように配慮がなされますが、ドイツでは日中に影響が出るのは日常茶飯事。頻繁に代替バスの運行になってしまうことがあるのだそう。先ほどの遅延マフラー同様、サービスのひどさについても興味深いエピソードがあります。なんと、ドイツのアカペラグループが、ドイツ鉄道のサービスの悪さを曲にして発売したのです。この曲は YouTube にも公開されており、何でも暑いし、寒いし、遅れるし、車内は汚いし、なんて歌詞なのだとか、曲にされるほどひどいサービスなんて聞いたことないですよね。さて、ここまでドイツの鉄道のひどさを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。もはや日本と比較するのもかわいそうに思えるくらいですが、お次は日本の鉄道を見ていきたいと思います。日本は言わずと知れた世界有数の鉄道大国。日本が世界に誇る高速鉄道新幹線は、世界で初めて開業した高速鉄道で、1964年の開業以来、死亡事故ゼロを誇ります。新幹線の安全性やサービスの素晴らしさについては、多くの外国人が SNS にアップしていることからもお分かりの通り、世界から高く評価されており、ドイツの鉄道では敵にすらなりません。では、遅延についてはどうでしょうか。ドイツはマフラーを作られてしまうくらいの遅延大国でしたよね。では、日本はどうなのでしょうか。世界の高速鉄道の定時運転率ランキングというものがあります。これはスウェーデンの日刊紙、スベンスカ・ダーグブラーデットが高速鉄道を保有する9カ国の2008年から2015年までの運行記録を分析したもので、ダイヤより5分以内の遅延で出発、到着する確率の世界ランキングのこと。では、早速ランキング結果を見ていきたいと思います。第3位が韓国、KTX。第2位はスペイン、アベでした。そして、世界ナンバーワンは、そう、日本で驚異の定時運転率 99% でした。それもそのはず、東海道新幹線一本一本の遅れを積算し、年間の全列車本数約13万本で割ると、2016年度の平均遅延時間はわずか24秒との記録があります。東京から新大阪間におけるのぞみでの所要時間は2時間25分ほどですので、こりゃ24秒なんて乗客はほとんど体感できないレベルですよね。また、過去には日本の鉄道の正確性がよくわかるちょっとした事件がありました。2017年11月、つくばエクスプレスの普通電車が定刻より20秒早く出発したとして、運行会社がウェブサイト上で謝罪を発表したのです。これは日本の鉄道がいかに正確性を重要視しているかのエピソードとして、海外で大きな話題となり、あるアメリカ人はこんなツイートをしていました。日本のつくばエクスプレスは20秒早く出発して謝罪したらしいぞ。これから僕が乗るアムトラックは2時間遅れにもかかわらず、何事もなかったかのように出発するぞ。これを見るだけでも、日本の鉄道の正確性が異次元であることがよくわかりますよね。では、日本の鉄道はなぜこんなにも時間に正確なのでしょうか。もちろん、優れた鉄道製造技術を持っていることが大きいのですが、中国メディア、ジンリー・トゥーティアオは、それだけではないと指摘。日本の優れたソフトパワー、つまり、優れたマナーや国民性のおかげもあるとしているのです。記事では、2つのソフトパワーを紹介。1つ目が、ルールを守る文化。日本の路上では、無理な割り込みをはじめ、身勝手な行動をする人は少なく、誰もが交通ルールを守っており、これによって鉄道のような公共交通機関はスムーズな運行が可能となっていると指摘しました。二つ目が日本人特有の恥の文化。
これも時間の正確性につながっているとし、日本ではルールを守れないことや時間を守れないことは恥ずかしいこととみなされると主張。日本人はこうした見えない圧力にさらされていると指摘し、この圧力がルール遵守につながり、鉄道の時間の正確性をもたらしているのではないかと主張した。この中国メディアの指摘が正しいかどうかは別として、確かに鉄道を定時運行するには、技術的なハード面のみならず、乗客のマナーなどのソフト面も優れていないと難しいでしょう。つまり、日本の国民性も鉄道の正確性に貢献しているってことですね。また、中国紙のみならず、ドイツ紙の編集長も正確性を絶賛。欧州で最大の発行部数を誇るドイツ紙ビルトの編集長ボイエ氏は、日本での体験談をこのように SNS に投稿しています。日本に行ったことがありますか？異常とさえ言える非現実的な体験ができますよ。鉄道が秒単位で時間通りに到着するのですから。この投稿には、ドイツと日本の差はまさにここだな、など、日本を称賛するコメントがたくさんリプライされていました。ここまで見てきたように、当然、鉄道対決では日本の圧勝ですし、日本の鉄道の正確性を非現実的だと言っているうちは、ドイツが日本に追いつくことは難しいでしょうね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。